このスタンダードサービスについてちょっと見ていきたいと思うんですけども、1体ずつですね、スタンダードサービスのパラメータを変えてあります。1体ずつここが変わるようになっております。ウェイト値が変わるとですね、どういう意味になるかというと、基本のカラー、ベースカラーは白にしていますが、ウェイトが変わることによってグレーから明るい色までこうだんだんと変わっていくのがお分かりになるかと思います。このウェイトについてちょっと説明するとですね、こういう感じで変えてはあるんですけれども、デフォルトだと 0.8 とか、まあ、レンダー状態は 0.7 とかっていう場合もあるんですけども、このウェイトっていうのはですね、基本はね、現実の世界では 1.0 未満であるべきなんですよ。光を 100% 反射する物体は存在しないので、 1.0 にすると現実の世界をちょっと飛び越えてしまう計算結果になるので、まあ、安全に真っ白にするとかっていう意味ではなくて、基本貼ったテクスチャーに対して 100% 色を返すとかいう、まあ、現実にはあんまりないので、明るくしたい場合はライティングを強くするというふうにしておいた方がいいと思います。はい、メタルネスですね、ちょっと上げてレンダリングしていただくと分かると思いますけど、メタルネスは金属の質感を表現する、ウバーシェードの機能の中の一つです。だんだんとそれが金属になっていくのがお分かりになると思います。あんまり値をね、上げすぎるともうほぼ表面反射、鏡みたいになってしまいますけどね。はい、続いて、スペキュラー IOR、まあ、さっきの話の続きですけれども、スペキュラー IOR で、まあ、現実的にはありえないような IOR 値をどんどん上げていただけると金属的な表現にはなってしまいなってきますが、メタルネスとね、普通のスペキュラーと2つ使うことができるので、メタルネスも 1.0 まで上げないのであれば今までのスペキュラーと併用して、重ねて使うことができます。続いてトランスミッションをやるかというとですね、1体ずつ選んでスタンダードサーベースを選んでいただくと、このスタンダードサーベースのアトリビュートのところにプリセットってあると思います。このプリセットをですね、グラスにしてあげてください。全部グラスにしてあげるとですね、全員透明になります。ここで見ているのはですね、トランスミッション透明のところの色について見ています。ここの、トランスミッションのカラーに色をつけるというのは、どういう作用を及ぼすかというと、全体に対して色をつけてしまうことになるんですね。厚みのあるところ、ないところ、あんまり関係なく色がついています。これがですね、トランスミッションのカラーと呼ばれる作用になります。もう一つの方、ここのですね、デプスとスキャッターというところで今色もつけることができるんですけど、デプスとスキャッターで色をつけると、今度は厚みを考慮して計算してくれるので、まあ、実際若干屈折値が違う色がついたガラスの上でできたようなものだとすると、まあ、この客観でいうと腕の細い部分とかっていうのは透明に近いけど、でかい厚みのあるお腹の部分とかっていうのはやっぱりその色が影響を及ぼしてちゃんと色が乗ってくるというような作用になります。はい、じゃあ透明に関してもう一つ、透明の中の一番下、トランスミット AOVS というスイッチがありますけど、これオンにすると何が起きるかというと、透明なものに対してマスクが透明になっています。デフォルトを切ったらオフにしてオフにすると透明なマテリアルが出ててもマスクは不透明という形になります。なので透明なものでマスク取ってちゃんと後ろに何か合成したいという場合にはあれをオンにしておいてください。シェーダーにスイッチがあるので、レンタラーの方にあってここにスイッチがあります。これだんだん不透明から透明にそのマテリアルを変えてるわけですね。で最後に1回だけオフにしているという表示。サブサーフェイス、そうですね、サブサーフェイスちょっと切り替えてみましょうか。これから選択してプリセットからですね、スキン選んでみてください。全部変えなくてもいいですよ。2つぐらいでも OK なんですけど、サブサーフェイスのタブ一人でいただくと、まあ、色を変えたりウェイトを変えたりできるようになっています。今のバージョンはデフォルトだとこの計算方法がランダムウォークという新しいサブサーフェイススキャッタリングタイプになっていますけど、ディフューズにすると何が違うかというと、こっち側が、ディフュージョンね、こっち側3体がディフュージョン、右側3体がランダムウォークです。で、何のパラメータを変えているかというと、このスケール、どれだけ進めばサブサーフェイスの値が変えているかというところを変えているんですけども、
値が細かいところ 0.05 だと、ディフュージョンもランダムウォークもそんなに見え方変わらないです。これは表面の浅いところまで光が透過して反射を返す、拡散して返してくるっていう設定にしてるわけですね。あの 0.005 薄いですから。だけど、例えば魚というか、イカとか、クラゲとか、ナメクジとか、皮膚の上がちょっと半透明で透けて見えるものだと、ディフュージョンで値を上げていくと、まあ光の、光がイカ中に入って拡散して出てくるその距離を増やしていくと、おかしなことになってくるんですね。今までのサブサーフェイスというのは、ここだけを概念で作られたので、あんまりこういう使い方しなかったんです。ところが、ランダムウォークの場合は、そういう計算負荷を、かからないやり方じゃなくて、ちゃんと光を中まで入れて、だから透過具合を見た上で光を返してる。だから、値を上げていくと、完全に光が透き通ってしまって、向こうに行ってしまって、透明になってくるという表現をすることができるようになります。なので、深海生物とかいう場合には、こっちじゃなくて、ランダムウォークを使わないと、サブサーフェイスを表現することができません。これが新しいランダムウォークです。サブサーフェイスの計算の仕方です。これが、ここのタイプの切り替えになります。例えば、ちょっとこの3体で比べてみたんですけど、ここの、3体の一番端は、0.01。下げます。そうすると、皮膚の、ちょっと色黒いです。皮膚っぽい色ですね。で、0.1 にすると、だいぶ透明にはなってきます。明るくなってきますけど、もう10、あ、5ですね。5とかにすると、もう完全に透明になっていて、光を素通ししたような状態になっています。じゃあ、もう一個ある、ランダムウォーク V2 ではないかというと、この厚みに対して、もう少し、正しい計算をするというのは、この V2 になります。ただし、計算スピードってちょっと落ちます。はい、じゃあ、続いて、コートと呼ばれるのがサブサーフェイスの下にあります。コートは何かというと、不透明な、艶のないオブジェクトでも、例えば、コーティングしているようなオブジェクトって結構あったりしますけど、そういったものを再現するのに、スペキュラー成分は、本来だと、表面の素材が持っているスペキュラー成分と上のコーティングされたもののスペキュラー成分は違うだろうというので搭載されているのがこのコートと呼ばれる機能です。はい、スタンダードサーフェイスの主な機能としてはそこまでになります。